仙台ターミナルビル株式会社は、宮城県仙台市青葉区に本社を置く企業である、東日本旅客鉄道の連結主会社、東北新幹線建設に伴う、新仙台駅高架下を活用した商業施設の建設、運営の主体を担う企業として、宮城県仙台市、仙台商工会議所も出資者となる、 第三セクター方式で1976年4月5日に資本金6億円で設立される1978年3月18日にショッピング部門のエスパルが300台収容の仙台駅屋上駐車場と共に開業したエスパルが開業に至るまでは当時の新宿ルミネが人的を含めた多大な営業支援を行った開業後エスパルは 県庁に売り上げを伸ばし、経営は安定軌道に乗った。そのような最中、仙台駅、西口広場で最後まで残っていたエスパルゼン用地の活用方法が検討され、第二臨場の投申や国鉄再建管理委員会からの緊急提言を踏まえ、国鉄は高度利用の方法を検討した。その結果、ホテル建設の方針が固まりその建設及び運営は、 仙台ターミナルビルが当たることに決定した。これを受け、1985年に仙台ターミナルビルは定館にホテル運営等に関する事業を加えたほか、ホテル建設費用に充当するため資本金を6億円から18億円に増資した。こうして仙台ターミナルビルはホテル建設に着手し、1988年7月11日に、 ホテル部門の仙台ターミナルホテルが開業した。これは JR 東日本グループの駅ビル会社がホテルを併営する初の試みであった。2001年度から始まった JR 東日本グループにおける駅ビル事業再編成に基づき仙台ターミナルビルは2003年にショッピング事業、さらに翌年4月1日には郡山駅、ビルサンシティを運営していた。 小織山ステーションビルを続いて同年10月1日に山形駅ビルメトロプラザ及びホテルメトロポリタン山形を運営していた山形ターミナルビルを九州合併しそれぞれ異なっていた SC 部門の名称をエスパルに統一した仙台ターミナルビルの事業は大きく分けてショッピング部門とホテル部門の2部門から構成されショッピング施設であるエスパル5店舗と 宿泊施設4店舗を管理、運営する。また2016年には、初の農業事業として、仙台市農業園芸センター、収益性の高い農業推進拠点の運営を開始し、各種農業研修の受け入れや、トマト狩り、果物狩りなどの収穫体験も手掛けている。ありがとうございます。